どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。 This is not a troll but it is ということで、これはトロールではない、しかしそれはということみたいなんですけど、嘘つけー。まだやってないのに勝手に決めつけちゃうっていう。まあトロールだと思いますよ。だってダウンロード専門コースだもん。だからバグもありまくりみたいな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 まあダウンロードコースイコールバグが来るっていうわけじゃないと思うんですけどね。バグが来たらラッキーって感じで思っておきましょう。さあ始まった。まず音符と矢印があるな。あ、よっしゃー、ダブルシャッカラー。また視聴者さんから言われちゃうって、喉大丈夫ですかみたいな。だから今日は絶叫少なめでいこう。これは音符の鉄さんに捕まっておく。短くないかこの綱。帰れる？え、周り右にジャンプして帰れるかな。あっ。あ、じゃねえんだよ。じゃあ右にダッシュして駆け抜けちゃおうか。でこっからどうするかよ。何もならない。音符を踏んでおく必要があるんじゃない、やっぱり。そしたらメットが落ちてくるでしょ。もう無理なのよ。マリオに何か襲ってきてるって分かったらすぐに大声上げちゃう癖がついてしまってんのよ僕は。この地点をどうにかしてほしい。じゃあメット戻ってこないよな。オーケーオーケー。じゃあこのブロックは壊れないのか、大丈夫か。ドクルマン。子供騙しみたいな罠ですよ。分かっちまえばこちらマンなんだよ。やめてください。あー、そういうコースね。隠しブロックが大量にあるパターンのトロールコース。でも何回もそんな子供魂引っかかるなんて思うな。さあこの上に進んでいこうか。青ブロックが変わりませんよ。右にいろいろ発動してるけど、これでオンオフは変わらないな。いやちょっと待って、こんだけなんかあるんじゃない。ほら来た。なんかあると思ったけど CP1。 しょうもねえな。隠しブロックを叩いたらね、オンオフが発動するような音が聞こえたんだよな。だから隠しブロックを叩かないで先に進める。でこっから上に大ジャンプ。出せ出せ出せ。もうねこの調子でやってたらね、これ取り終わる頃には声出なくなっちゃうよ絶対に。右は何もない。これ鉄球かなんかなんじゃない。オーケーオーケー。そんであのブラッパーはなんで、何をしてくる、何か嫌なことをしてくるよ。かしかしな、あのー、左にパワーブロックがあったのが見えた。だからこれを素早く抜いてこのブラッパたちを倒して土管に入る。土管じゃないドアね。さあ次の場面だぞ。僕がやってきたぞ。次の場面に USA 記録を持ってこいって書いてあるね。持ってきてますよちゃんと。危ないな。ちゃんとここ床あるんだな下に。テレさん出てきてる。危ねえあいつら。いやこうもうお前うちゃんとさ、USA キノコがないといけないんじゃない？これも、いや、これ蹴ればいけるんじゃないか？メット！一番左から抜けて、メットを持ってブロックを壊していく。で、ここで砲台が落ちてきたな。あの砲台落ちてきて、右にドア。そして左にドアなかった。うわ、どっち行こうこれ。完全に2分の1。うわ、右行こうか。もうね、ボビー進んだ。ただ僕ね、ちょっと思ってしまったんだよな。この砲台さ、上に上がってきたじゃん。で、左のドアに行けないようにするってことは、右のドア罠なんじゃねえかなみたいな。じゃあなんでわざわざ入るんだって。お前邪魔なんだよ。ちょっと言い切れさせて。ただ、当たらないで。いや、もう失礼します。ここは罠か。どうなんだ、罠じゃないと僕は見た。そうだろ、罠だ。まあ大体分かっちゃったよ。右のドアは罠なんじゃねえかなみたいな。ただみんなが気になるって言うから僕は言ってあげたんだよ。だから今の罠は農家だね。っていうかこれさ、叩いたらさっきみたいにこっち来るんじゃないの。いやでも大丈夫だよな、この P スイッチがある。素早くだ、素早く行こう。そうしないとこの P スイッチのブロックがあるじゃん、あいつが砲弾を消してくれない。だからこれで P スイッチのブロックが発動したら消してくれる。さあ次のドアに行こうか。そろそろ中間ポイント。あった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 。よっほほほほ。早いね中間ポイント。え、これはピッコイコースかな。いやなんか違うっぽいね。じゃあ上の土管に進んでいこうか。これさ、ずっと USA マリオのままだけど、 USA マリオをなくしちゃ先に進めないっていうコースなんじゃない。じゃあここでメットを抜く。これなんか下あんね。でも床があるからブラバが当たらない。何やってんだそんなところでパク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 と。じゃあこれ投げる。ここからどうするかよ。いや一旦左行っていこうか。え、これ神回避なんじゃない。おすげえ。これはいや、大丈夫。
何が大丈夫か分かんないけど、根拠ゼロだけどファイヤーフラワーでいいんだ。貴様逃げるな。はい、でも中間ポイントかな。中間ポイントを取るとね、ベホイミをかけられたぐらいのヒットポイントが回復すんのよ。まあ僕のヒットポイントは999ですけど常に瀕死いや、罠が変わってるかもしんねえ。気をつけようか。まあ、さっきと同じ風に行ってみても全然余裕だった。そしてここは早めにドアに入れっていうことね。さあ次の場面だよ。そしてここはどうしようか。絶対鉄球が出てくると思うよ。上は罠だ、こっちが正解だ。ほらほらほらな。さあ右下にどんどん行ってくれ。どっちの土管に入ろうか。こっちはキノコ、そして下の土管は土管に入れませんね。じゃあどうやってやられればいいのよ。え、マジでどうしよう。ここただ閉じ込められたので。なるほどね、こういう C 耐久ね。いや全然余裕じゃんけ。まあ一回当たるでしょ。そしてキノコを取った瞬間鼻に当たる。そしてキノコを避けて鼻に当たればこっちのもんよ。鼻が出てくるのがめちゃめちゃ遅い。だからキノコを避ける。そしてなかなか難しい C 耐久じゃねえか。でもこれめちゃめちゃいいタイミングで取ったんじゃない。これで出てくるんじゃない。いや不思議だよな人間って。どうしてもブロックが壊れてる道の方に行きたくなっちゃうっていう心理ない。それを読み取ってると思うこの制作者さんは。さあ上は鉄球からのこっちは50コイン取っても特に意味はない。花ちゃんが出てきたけど、あれこれバブルが降ってくる。オーケーオーケー。でこっからどうするかよ。ハテナを叩いてみようか。ブラパトが出てくるんじゃない。大丈夫だね。B スイッチ。え、全然意味が分かんないんだけど。え、こっからどうする。パワーブロックがあるね。危ない。セルフでやり直しをさせるのやめてくんないかな。そうしないと罠に引っかかった時に、あ、え、あ、うんみたいな感じになっちゃうって僕はリアクションだけで売ってるのに、そのリアクションを取ったら僕に何も残らなくなっちゃうじゃんけ。ごめんね、今噛んだ。さあ、あー、ジャンプください。だから USA じゃなくてチビマリオのまま進もうぜ。安心する。さあこのキャラの甲羅取っていいのかい。何もだー。なんでさっきやられたんだろうな、ここで。あ、トゲメットがいいのか。だから踏んでやられたみたいな。じゃあ、じゃあ行かないようにしよう。この音符を叩いてみる。どうせ何が来ることは分かってんだよ。何でもかかってこいよ、俺。準備はできたじゃん。あっぴゃあっぴゃあっぴゃあの魚マジであっぴゃ。え、上に行くっていうわけじゃないの。いや、これ以上なんかしてきそう。え、これ取っていい。なんちゅうことすんだ、キノコ様。なるほどね、下でキノコを取ったら毒沼に落ちるっていうわけか。ここに矢印が書いてたからここでキノコが避けれます。で、次も2分の1っぽいな。左行こうか。あっちはどうだ。ほら、あっ、待ってる。ナイス。あいつマジウォッピー。ここさ、ブロック叩いて待っておいても魚が降ってくると思うんだよね。だから叩いた瞬間すぐ上に行く。これで先に進めます。なに、このカラのコーラ取っちゃっていいの。さっきからナイス神回避。で、ここで死んだふりをして先に進んでいいのかな。上は上はいけるね。お前何やってんだ。お前そんなじわじわ来んなって。じわ親父、もうそんな。おお、ビグダグドリオー。新しいポケモンを生み出すな。ここはチョロプーが来るから、チョロプーを出した瞬間左に逃げる。逃げていいのかい、シンジ君。逃げていいのかい。大丈夫だシンジ、たまには逃げることも大事だ。あったー、あやなみ、あやみ、上のハテナブロックは僕が気になるよ。あやなみ、戦ってくれ、あやなみ、あすか。ただ服のやつになってるって。さあ中間ポイント取れた、めちゃめちゃ嬉しいんですけど、下のオープンはなんだろうな。うわ、もう行ってやられる予感しかしねえ。まあ行ってやるよ。お、もうなんだそれ、オープンブロックを叩かせろって。ふざけるな。たまにアニメの話題とか出してくるけどさ、わかんない方もいるんだから、そういうのやめておけって。じゃあこのハテナブロックは何。行きたい。ここもう左からジャンプしちゃおうか。そしたら隠しブロックには当たらない。でこれね、ちょっと気になったんだけど、上も気になるんだよな。矢印上って書いてるじゃん。あー
どうする？下に行くのが正解なのか上に行くのが正解なのか。なんかこっちね違うっぽいんだよな。なんか豚が出てきたじゃん。あれなんか違うような予感がする。そしてここは右と左、右右って書いてるけど、こっちガッツって書いてそうじゃない？右だからこっち違いますよみたいな。右を失敗しようか。これでなになにここ、中間ポイント戻しとかそんなんやめ。中間位置って書いてないかな、ここ。下にいたらやられるとかそういうことはできないね。上はどうにかして上に戻ったらさ、やられる何かがあるみたいな、そんな。あのタッチブロックうぜ。こっちマジで中間ポイント戻しなの。やめて。いや、これ取らなかったらいいんじゃない。だからこの優勝もうお前やめろってばよ。いや、僕はまだ希望を捨てちゃいないさ。こっから罠が変わって実はゴールに行けますよっていうパターンもあるかもしれないもんな。まだいいですよ。中間ポイント2取った瞬間にチェックポイント戻しはまだまだ優しい方だと言えるんじゃないんでしょうか。さあここで一周エイジが降りてきた時に、いやあ、おっかおっか、あー皆さん高評価してね。いきなり何なんだよ。誰もするかそんなことで。じゃあここはハテナを叩いたらピースイッチが出てきた。これはエンドレスピーカーっていうことはもうゴールが近い可能性があるよ。そしてこのバーの向こう側に行けばいいんじゃない。一番右あるでしょ、矢印が。さっき落ちた時にあっち土管があったもんね。だからこっからジャンプして向こう。おー、そんなところにガチブロック設置するのやめてくれんか。また中間ポイント戻しと思ったらこれエンドレスピーじゃない。あ、わかった、これが正解なんだ。やべえ、ペットボトル落としちゃう。で、こっから何が変わってる、変わってる。さあゴールがあるんでねえの。お前はやめろって。絶対ここゴールだと思いますよ。あのバネに次は当たらないようにする。多分この辺でいいんじゃない。この辺でバネが来るからそれを避ける。そしてこっからどうするかよ。え、いや意味が分かんないんだけど。なんか今 P ブロックのところ潰れたじゃん。あそこに行けってことかな。一旦下降りてみる。ここで何かをするのは間違いないんだ。よく見ておけピオキング。鉄球が回ってる。そしてここで US。 これはやられるんだね。ん、左、なるほど、そっちか。あー、わかったわかった、ごめん。ずっとさ、僕こっちが正解だと思ってたけど、左に行けばよかったのか。ということはですよ、左側に追っておく。で、いつボム兵が爆発するかなんだけど、一旦右行って左行ってみようか。これでいいんじゃない。そしてこの上に行けみたいな。あー、はいはい、これはめちゃめちゃ分かりにくかったね。さあもうゴールが近いんじゃない。あの右のブロックになんかすごく怪しいな。おー、押してみようか。魚がドバーとか落ちてくるとかねえよな。頼む、ゴールの下からかい。ただ僕はもう分かりましたよ。右にもバネが出てきたね。だからこれは左にダッシュしないやな、こっちに来る。これでいいんじゃない。そして上に逃げる。で、左に行けば先に進めるみたいな。これはガッツ。やめてくれ、またチェックポイント戻したきゃ。やめてくれ。いや絶対こっちで合ってるよ。え、いや、これ右押しっぱしようか。これさっきの場所なんじゃない。右押しっぱ。よーし、よしよし。なんかバネが降ってきたのが見えたけど、ここでもうゴー、ルフィのモノマネでもしようかな。カメハメハー。このブラパだ、このブラパに当たってチビになって進んでいく。これでもうゴールなんだろ、頼む。絶対右下。ナムさんもういいって、ゴールポールに触らせてくれ。そこにいるのは分かってんだ。この音符かい、下から叩く、上から叩く、上から叩こうか。そしてすぐ右に行け。もういいってこれの。一番リアクションに困るやつ。これ下から叩いていいの？下から叩いたら敵が壊れない？頼む、そこにいるのは分かってんだ、ゴールポールよ。絶対にあの中のどっかがゴールだ。見てろ、あのツタのどっかがゴールだよ。頼む、この次か。いや違う、この次か。違う、これ次が、違う、これ次。もうなんでゴールがないのよ。
絶対ゴールだと思うじゃんか俺。改造って書いてあるのかな。あ、この方は改造なんだか狐なんちゃらかんたらって書いてたんですけど、改造アンダーグラウンドかな。まあ絶対違うと思うんですけど、この下がゴールか。ありがとうございます。頼む。これ右に行かなくちゃいけない。いや違う違う違う、これさ、この下に行ったら多分ゴールだと思うよ。見てて、絶対ここでゴールだ。だから今ちょっと噛んだけど、どうだ。頼む、ゴールを待ってくれ。あるよな。あ、これもしかしてヒートなんじゃない。ドクロリュートのバネがあった場所があったじゃん。そこまで一旦戻ってみよう。もしかしたらそこに何かがあるかもしんねえ。あそこら辺をちょっと探ってみるわ。ドクロリュートのバネって言ったら多分この場所だと思うんだけど、え？これ鉄球を跳ね返してこのブロックを壊せみたいな感じかな。いや、それは無理だもんな。一旦この辺ジャンプしてみようか。何もない。でもなんかないと。なるほど、でかいロコか。そしてこの噂に行けばゴールができるのか。頼む、やった。苦労させやがって。もう一旦当たってもいいんだよ。あ、いや、このまま下に行ったらどうなるか気になるんだけど、全部床があるだけか。よいしょ。いや、今回のトロールコースはザ・謎解きっていう感じのトロールコースだったね。まあいつもと違ったようなトロールコースの気がしましたね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、一発マリオシャープ022ということで、サムネを見る感じ大量のパウがレールに乗ってると思うんだけど、一番先っちょにバネがあんのよ。これ絶対めちゃめちゃ面白い予感がしない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.58% で、なぜかゴール条件もあったんだけど、そのゴール条件は一回地面から離れたら着地しないでゴールってことは、ジャンプすんなってこと。え、待って、全然意味が分かんないんだけど。これをジャンプしないでどうやってゴールするの。ダサかー。もう苦笑しか出ないわこれ。どう行きゃいいの。なんかさ、一瞬だけ隙間空いてるじゃん、あそこに。もう絶対こうなっちゃうんだよな。開幕右ダッシュしようか。開幕右ダッシュしてこのパウの上に乗る。乗れないね。乗させて乗させて乗させてくれ。頼む、上に乗させて。もういいってそれ。もう一回開幕右を進化してっていい。それ以外考えられないんだよな。こっからどうにかして上に行ってくれ。あ、さっきと同じ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 。走るがダメなら歩いてみるよ。こっからダッシュボタンを離して常に右を進化。これでどう。いたたたたたた。で、で、ジャンプできないよ僕。もうこっから常に右を進化してゴールまで行け。そんなシュールな落ち方してくるな。でもね、なんとなく行き方分かった気がするわ。ここで右を進化して上に乗るでしょ。でこっからダッシュ右を進化してみようか。これでどうなるかなんだけど。さっきと一緒だって。その落ち方やめろマリー。だから、まず上がる、そしてこっから右押しっぱはしていい。残り何秒ぐらいの時に落ちるか見てみようか。2、1。はいはいはい、ゴリラ君を見つけたぞ。残り1秒ぐらいの時に落ちるっていうのが分かった。その落ちた時にあの雲の間があるじゃん、あの雲の間をすり抜ければゴールすることができるんだ。頼む。いや違う、あんて言いたいわけじゃないのよ。真剣にやってんのよこっちは。あの雲の間すり抜けるのめちゃめちゃ難しくない？あの一マスの間やっぱ難しいよね。もう針抜けるのが難しいゲーやん。何か目印つけようか。上になんか目印となるもんがあったと思うんだけど、そう、この雲、この雲に触った瞬間左でどう？ここだ。もうちょっと手前見て、雲に触る前に左押す。よっしゃしゃっ。めちゃめちゃ気持ちよかったね今の。いや、まだまだね、こんな楽しい一発マリオを作れるのかと感心するばっかりですよ僕は。どうもご視聴ありがとうございました。